主義氏とは、琉球王国の手から発展したという塔での一、系統。琉球王府のあった主義に住む主義士族によって継承、発展してきたものである。沖縄県では、琉球王国時代には、当主の流派というものは存在せず、主に当首が盛んな山地域の地名を冠して、主理手、止まりで、 那覇種の三大系統に大きく分類される。ただし、しゅでという用語そのものは、とまりしや那覇種とともに、主に戦後になって使用され始めたと考えられており、大正時代や昭和初期の船越義陳や本部、朝本といった大家の文献には、それらの用語そのものを見出すことはできない。例えば、船越義陳は、当主の系統を、少林流と、 少林流の2杯に分けて解説しており、少林流を首里で、少林流を那覇市と解釈する向きも今日あるが、しかし、船越自身は、例えば、首里種の基本型であるピナンを、少林流、内藩地を少林流に分類するなど、地域的な分類にはこだわっていない。本部、朝本は、古来、琉球につてれる等では、首里那覇。 白の三大系統に対別することができると、地域的な特徴があったことは認めているが、首里主等の用語はまだ使用していない。また、この分類も、流儀のような厳密な意味ではなく、あくまで概略的なものであり、例えば同じ首里出身の松村宗根,根とその弟子、伊都須、安常の間にも、武術的な相違があったと述べている。今日一般に、では柔軟性重視、那覇では、 筋骨重視が特徴と言われている。泊まりでは、首里種とさほど変わらなかったらしい。本部によれば、古来首里では、六分の力でもって修練し、ひたすら貧血を胸としたのに対して、那覇では、十分の力を傾注し、もっぱら、筋骨の発達に予用したとしている。首里種の代表的な型には、ナイファンチ、パッサイ、クーサンク空などがある。松村胸根,根は、ナイファンチ。 空山空、五十四歩のみを、強伝していたと言われている。首里種の代表的な空手家としては、作川寛が、松村胸根、千葉名長将、伊都ス、安常、朝都安常、木安町、佑、本部麻、勇、本部長、木兄弟、矢部のり道、花城長茂、大城長女、船越義一ん、紀安智ものり、千葉名麻信、白間さねしげ、まぶには、 遠山広志県などがいる。手里手の流れを組む、空手の流派としては、小東間流、連部海流、和道流、伊藤藤流、本部流、小林流、松林流、松林寺流,流,流、松林流などがある。ありがとうございます。